まだだな。こんな剣しか打てないと世間の笑い者になっちまうよ。はい、どうもテケテケです。はい、突然新しくガチャに並んだ MR 大谷氏。いや、もうめちゃくちゃかっこいい。はい、大谷氏ちゃん、やっと MR で実装されましたが、まあ大谷氏ちゃん、この武器がよくわからない形状してるんですが、これタップアクションすると解決して。なめられたもんだね。剣を打ちたいなら教えてやってもいいぞ。どうやらこれ自体は武器を収納してる朝屋みたいな役割になってるみたいですね。いや、このタップアクションした時中開くのめちゃくちゃかっこいいですね。あとこっちの背中にある武器についてもやっぱり鞘みたいになってて、ネジが回って剣が飛び出すんですよね。いや、ギミックがかっこいい。このギア式の鞘めちゃくちゃかっこいいですね。普通の鞘から引き抜くより剣抜く時めちゃくちゃ気持ちよさそう。今日は腕の調子が悪いようだ。後で修理してもらおうか。やっぱり腕に関しては義手になってるんですね。もう完全に鋼の錬金術師のオートメールと同じような感じになってるのがテンション上がりますね。私は究極な剣を打ちたい。だがそれ以上に剣をクワに打ち直す日が見たい。めちゃくちゃいいこと言う。鍛冶師なんで剣を作る仕事をしてますが、まあ、本当は争い自体は好まない子なんですね。その割にスキルは破壊神ですけど。で、今回大谷氏の奥義に関してもまたダメージ反射耐性があったり、はい、今回から新たに状態状態性無視奥義に入ってきましたね。ついにこのパラメータ、はい、今後は状態状態性がある、まあ、アウグスとかカエサルみたいなキャラクターにも重課金配課金書は状態状態性を無視していくことでデバフをつきやすくなっていく環境になっていくのか、まあ、おそらくこのハテナは報酬反射ですかね。はい、とりあえずスキル見に行きますか。はい、このキャラクタースキル1スキル2見ていく前に、まずは、はい、こちらパッシブスキルの3ですね。出陣時9ターンの間自身が祭礼状態になり、物理会心ダメージ耐性がまずは 60% 上昇して、はい、でさらに致死ダメージを受けた時祭礼の残りターン数を半分に消費して致死ダメージを無視すると、同時に自身の異常状態を全部解除して 40% の HP を回復することができるということで、はい、復活の上位互換である致死ダメージ無視ができるということで、まあ最上の血桜やハンニバルの新月みたいなタイプの超優秀な致死ダメージ無視ができるキャラクターになってます。ダメージ無視する際には祭礼状態のターン数を半分消費するってあるんですが、9ターンの状態で致死ダメージ無視を行った場合に4ターンになるのか5ターンになるのかチェックしてみたんですが、はい、今アーグスを殴りながら反射ダメージで祭礼を消費して、はい、致死ダメージ受けましたが、挙動としては致死ダメージを受けた際のダメージに関しては完全にダメージカットしてマイナス1と出ており、はい、祭礼のターン数見てみると9ターンから半分にした際に5ターンになっていることがわかると思います。スキル1のタイミングで5ターンになっていれば自順のスキル1までしっかり祭礼が残るということで、後に説明するスキル1の祭礼状態が5ターン以下の場合、敵の生後バフだったりバフを剥がしながら殴れるっていう機能についてはしっかり自順のスキル1のタイミングでも打つことができると。はい、でさらにちょっと巻き戻しますが、致死ダメージ無視カットをする直前に罪悪流血になってると思いますが、これもしっかり致死ダメージ無視をするタイミングで剥がれて、はい、なおかつ先に罪悪流血を剥がすので HP40% 回復もしっかり行われると。はい、途中でアーグスの罪悪流血なんかにもしっかり対応可能と。はい、そのくせこんな感じで死亡する前につけておいたバフなんかは今蓄力が乗っかってますが、はい、この後致死ダメージを敵から受けた際に一回致死ダメージ無視して HP 回復しながら、はい、罪悪でバフなんかは剥がれるんですが、しっかりバフなんかは残したまま戦いを続けることができると。はい、ことで、まあ、復活キャラクターと違って、致死ダメージを受けた際にバフが一回剥がれないので、どのタイミングでも好きなタイミングにバフを盛りまくることができるっていうところも、まあ、めちゃくちゃ短期特化しやすいキャラクターになってますね。この機能が短期特化するにあたっては、超絶優秀なんですよね。はい、しかも復活の上位互換だと言われている理由が他にもあって、はい、この致死ダメージを受けた際に復活キャラクターの場合は一度 HP をゼロにしてから、まあ、40% なら 40% 回復するんですが、こういう致死ダメージカット系のキャラクターっていうのは致死ダメージを受ける直前の HP ちょっと残ってると思いますが、この状態から上乗せで、はい、40% HP を増やしていくので、復活キャラクターよりも致死ダメージを受けた後に残ってる HP が高くなりがちなんですね。はい、なんで復活キャラクターのように、まあ、HP 回復はしていくんですが、その回復を行った後の HP 量っていうのは復活キャラクターよりも高くなりがちと、ああいうようなところも含めて、まあ、復活の上位互換である致死ダメージ無視というような動きをすることができます。はい、でさらに祭礼状態が5ターン以下の場合には受けるダメージが 75% 減少して状態状態性が 100% 増加と。はい、ことで、まあこれがもうめちゃくちゃ優秀ですね。はい、アウグスの生後援護並みのダメージカット量に加えて状態状態性が 100% 上がると。はい、なんで、まあ先ほど映像でダッキの蓄力なんかをつけてましたが、まあ死亡前とかに蓄力つけておけば復活後 160% の状態状態性がついて、まあそこまで上がっていればアウグスの罪悪流血なんかもかなり食らいづらい状態で連撃を打てたり、この祭礼のダメージカットの仕方は生後援護ではないので援護を重ねてつけることができるので、まあ金継ぐの援護なんかをつけてあげれば、はい、75% のダメージカットにさらに 50% のダメージカット
カット機能が乗っかって、例えば敵から100万の攻撃が飛んできたら 75% カットで25万のダメージに減らして、でさらに援護で 50% カットしてダメージカットできるということで、まあ、87.5% のダメージカットができると、まあ、約 90% ですね。エビッちゃんの生後トハ6ターンと同じぐらいのダメージカット機能も、まあ、バフを積んでいくことで作っていくことができるキャラクターになっており、まあ、そのバフが先ほど言ったようにめちゃくちゃ積みやすいキャラクターになっていると。いやもう金継ぐつけるだけで耐久はマックスレベルに強くなりますね。まあ、エビッちゃんと違って祭礼の単数が減ったとしてもカット量は 75% で固定なんで、うん、これは硬い。はい、ちょっと実際に対人戦でも戦わせてみましたが、まずはまあ200万格上とはいえ、はい、アーグスをスキル1で倒しちゃったことがまずはちょっとね予想外だったんですが、はい、生後援護状態の上に、まあ、罪悪撃砕ついたのが大きかったですね。はい、で、リコーの攻撃なんかも、はい、しっかり最低5ターン以下であれば、はい、弓章の敏捷地ベース防御無視攻撃なんかも耐えてしまうという感じで、まあ、とにかく硬いなと。はい、もう一人でめちゃくちゃ上手に立ち回ってますね。はい、関心のスキル1なんかもしっかりダメージカットしていって、はい、砲塔のスキル1もそのまま一緒に耐えると。視力値ベース防御無視攻撃も、まあ、だいぶダメージ食らいましたが、なんとか耐えましたね。はい、この波状攻撃を耐え切っちゃうのは、さすがにやばいですね。はい、です。スキル1で反射で落ちてしまいましたが、まあもう一人のパフォーマンスとしては、十分すぎる動きかなということで、まあなかなかここまで短期の立ち回りが上手なキャラクターは、今までのキャラクターの中でも珍しいかなと。まあアーグスなんかも同じように得意ですが、めちゃくちゃ武将らしい立ち回りができるキャラクターになってます。まあここに、あと援護だとか、まあ蓄力とかを乗せて、耐久を上げていくようなスタイルが短期特化する場合には、まあ、さらに安定するかなというところでしょうか。はい、同格のアーグスの攻撃なんかは一回祭礼を半分にするまではダメージ結構食らっちゃうんですが、祭礼状態になれば、はい、100万以下のダメージに抑えたりと、まあ、十分同格のアーグスの攻撃も耐えられると。はい、その後の連撃なんかも、はい、耐えまくるんですが、はい、ここカエサルが出てくるんですが、はい、ちょっと巻き戻しますが、カエサルのスキル1、敵の白バフの単数を減らす効果があるので、でちょうど今、大谷氏の HP が 50% 以下になっちゃってるんで、カエサルの白バフ減らしの対象になってしまっていて、はい、しっかりカエサルの攻撃、まあ、ダメージ自体は全然食らってないんですが、祭礼状態の単数を一旦まで下げられてしまいました。はい、この状態で、スキル2、大谷氏打っていって、はい、まあ、ちょっとダメージカット、お相手さんの MR アバター超高名のせいで、まあ、スキル2、12発攻撃ができるんですが、そのうち5回分カットされてしまって、残り7回分の攻撃、アーグスに飛んでいきますが、はい、しっかりアーグスを復活まで使っていって、まあ、一発80万のダメージをぶつけるというところで攻撃終わっちゃいましたが、まあ、残り5発あれば、まあ、少なくともこの5倍ですね。なんで400万ぐらいのダメージで、しかも敵の HP が低いほどダメージアップしていくので、ちょっと巻き戻しますが、この復活時のアーグスの HP がお相手さん600万ぐらいだったんで、まあ、おそらくですが、あの超コメちゃんにカットされた5発が残っていれば、ギリギリそのままアーグス撃破できたんじゃないかなっていうようなところはありますね。まあ、ちょっと配課金同士のアカウントとかだったら落とせなかったと思いますが、まあ、このサーバー現実的な育成具合のサーバーでの戦いになるので、まだ防具なんかのやはり育成っていうのがどうしても現実的な育成具合だと遅くなってしまうので、まあ、かなりダメージが通ると。はい、ことで、まあもう火力面は十分強いんですが、はい、攻撃が終わった後一旦だった祭礼が剥がれてしまって、はい、75% ダメージカットもなくなって、アーグスの攻撃で一撃で落ちてしまうと、はい、いうような感じで、まあ、ここに来てカエサルなんかの活躍が目立ってきましたね。これから白バフも併用して戦う時代になってくると、カエサルだったり妖精のスキルになんかが返り咲きそうな感じありますね。まあ、私の分析動画の対人性能の評価なんかでカエサルの評価が割と高い数字持ってるんですが、その理由としてこういったカエサルの白バフに対する対応力なんかもあったりして、今時代があの分析表のカエサルの総合ポイントヒントにやっと合ってきましたね。はい、あと祭礼のカット機能としては、はい、こんな感じでテーフを撃破した場合に返ってくる天然ボケですね。はい、に関しては830万のダメージを受けたということで、まあ、お相手さんのテーフの最大 HP 1380万のちょうど 60% のダメージをそのまま受けていることから、相変わらず天然ボケなんかは祭礼をもってしてもカットすることはできませんでした。いや、ほんとテーフ優秀ですね。はい、あと卑弥呼の鬼神の道なんかに関しても、はい、殴っていきますが、はい、殴った際に、まあ、カウンターで1266万のダメージを食らって落とされてしまいましたが、大谷氏に関しては攻撃力ベース防御無視攻撃を神髄共鳴スキルでカットできる機能もあるので、そちらでのカットが働いて、でおそらく祭礼の方はカット機能働いてないかなと思います。まあお相手さんの卑弥呼死亡する前混雑10ターンで、まあ、コブも乗っていて、はい、なおかつ攻撃力は最小350万の最大534万と、まあ、大体5500万近い防御無視攻撃がおそらく大谷氏に返ってきており、まあ、それを1266万までカットできたのは神髄共鳴スキルの方でのカットかなと。ここに祭礼の 75% カットもさらに加わっていれば、まあ、おそらく1000万切るようなダメージで済んだと思うので、天然ボケ同様卑弥呼の鬼神の道も祭礼ではカットできていないのかなと予想することができます。
さあということで硬さは十分の大谷氏ですが、はい、攻めの方を見ていきましょう。まずはスキル1 HP パーセンテージが高い敵に 640% と筋力値 ×8 倍の防御虫攻撃の6回集中攻撃ということで、合計すると 3840% プラス筋力値 ×48 倍の防御虫攻撃ということで、まずは集中攻撃っていう形をこのスキル1は取るので、まあ、ハンニバルなんかの長老なんかに引きつけられず、ハンニバルが長老で守りたいキャラクターに対してしっかり集中攻撃して、そのキャラクターが落ちるまで攻撃対象を変えずに殴っていくことができるというような攻撃スタイルになってます。はい、ここら辺も今の時流にめちゃくちゃ合ってますね。はい、でさらにこのスキル1では攻撃時に無条件でクリ率が 40% 増加する機能がついているので、はい、この6連撃にクリティカルも混ぜると、はい、このキャラクター専属武器で物理会心ダメージ 35% アップもついているので、はい、あと指輪の伝説神器なんかもしっかりマックスまで育てればダメージパーセントとしては 11176%、 筋力値ベース防御虫攻撃の威力は筋力値の 127.2 倍まで伸びるということで、はい、スキル1そんなに強くないかなと思ってたんですが、普通に強いですね。公式生放送の時には公表されていなかった専属武器のステータスの部分で物理会心ダメージ 35% が新たに乗っかることが分かったっていうのが攻撃面ではめちゃくちゃナイスですね。はい、でさらに無条件で 100% の確率で罪悪撃砕を敵に付与して、物理防御力と砲術防御力を 80% 減少した後、その敵に対してクリティカルが出た場合にはダメージを 25% 上乗せすることができるということで、罪悪撃砕も敵に付与することができ、さらにこの罪悪撃砕の付与に関しては敵の HP が 50% より高い場合、敵の状態性を 100% 無視とデバフ耐性無視機能もついており、しっかりアーグスやカエサルみたいな状態性が高い相手に対しても普通に罪悪撃砕をつけていくことができると。はい、罪悪撃砕を敵に付与することで、まあ、物理防御力を下げられるので、はい、そうするとここら辺の自身の物理防御力を使って敵の筋力値ベース防御虫攻撃をカットするキャラクターのそのカットするための物理防御力自体を下げることができてしまうので、罪悪撃砕なんかをつければアーグスやカエサルなんかにも筋力値ベース防御虫攻撃を通しやすくなると、はい、いうことで、まあ、先ほどアーグスをスキル1で撃破していたのもうなずけるかなと、はい、いうところで意外とダメージ通るスキル1であることが分かりました。はい、でこの罪悪撃砕に関しては攻撃をミスったとしても付与することに成功しました。はい、でさらにこのスキル1では祭礼状態の単数が5ターン以下の場合には 100% の確率で敵の有益状態あるいは生後状態を1つ解除することができるということで、はい、来ましたね、武将キャラクターで敵の生後バフを連撃で剥がすことができるキャラクター。はい、ということで早速挙動確認してみましたが、はい、お相手さんの下から2番目のアーグスをこれから大谷氏で殴っていくんですが、はい、今バフと生後バフ両方ついてますが、はい、攻撃をミスったとしても、はい、バフも剥がれるし、はい、2発目の攻撃で生後バフの方も剥がして殴っていくことができるということで、はい、しっかりミスったとしてもバフだったり生後バフを剥がすことができました。まあ、ちょっとした難点としてはバフと生後バフ2種類以上ついてる場合にはどっちから剥がすかっていうのがランダムになっており、まあ、目当ての例えば生後援護なんかと一緒に緑色のバフなんかがいっぱいついていた場合には生後援護を剥がすのがランダムになってしまって、まあ、遅れてしまう可能性があるというようなネガティブな側面はありますが、しっかりミスったとしても生後バフを剥がすことができるので、はい、もう完全にお相手さんの一番上にいるリコーのような生後残影キャラクターなんかでもミスっても剥がせますが、そもそも攻撃する前に剥がすので残影がない状態で殴ることができて、はい、しっかり攻撃をヒットさせることがしやすいと。まあ、ちょっと今もう一個生後バフついてたので、まあ、そっちの方を剥がしに行ってしまった場合にはミスる可能性もありますが、まあ、残影1枚とかだけだった場合には、まあ、普通にミスらずに初撃から剥がして確実に攻撃をヒットさせることができると。弓章の耐久手段の要である残影を剥がしながら殴れるという、まあ、武将キャラクター結構生後雷害なんかでクリティカル連撃なんかのダメージを半減させながら耐久したり、結構弓章の連撃に強いキャラクターが多いんですが、生後残影も剥がすことで、はい、今流行り出していた弓章なんかも楽々沈めてしまうことができると、はい、ような機能を持ち合わせたキャラクターになります。いや、これは強い。はい、でさらにスキル1ではクリティカルが発動した場合には自身がそのダメージの 100% の HP を回復することができると、はい、ことで、まあ、アーグスみたいなめちゃくちゃ上手な HP の拾い方をすることができるキャラクターになっており、はい、ここら辺も短期で立ち回らせるにはめちゃくちゃ重要な機能になっているので、まあ、アーグスなんかもリリース時は短期で暴れたい放題暴れてましたが、まあ、それを可能にしていたのがこの HP 確保のうまさの部分があったんですが、はい、それをしっかりこの大谷氏も同じようにクリティカルが出た場合には 100% 回復ができると、はい、ことでめちゃくちゃ回復が上手で、はい、まあ、先ほどテフと戦った際に天然ボケのダメージはもろに食らってしまうっていう話しましたが、まあ、結構テフなんかにも対応ができていて、まあ、まずは祭礼状態が5ターン以下だった場合にはテフの緑色の援護なんかも剥がすことができるので、はい、一番上にいるテフの援護を剥がしながら殴っていって天然ボケを食らった後、この後テフの反射ダメージなんかが飛んでくる前にクリティカルが出たので HP100% 回復によって HP が一気に回復して、はい、でその後テフの反射ダメージが飛んでくるんですが、はい、わずか155万のダメージと、はい、しっかりテフを死亡する前に援護を剥がして殴っていたので、本来であれば1000万超えのダメージが飛んできて、まあ、HP 全開になった後オーバーキルでこちらがやられてしまう展開だったんですが、まあ、うまく2択に成功して援護の方を剥がすことができたので、はい、一命を取り留めました。で復活してきた後テフ結婚化してるともう一回復活してきて、ここでも援護ついてくるんですが、
この援護についてもしっかり剥がしながら殴って落として反射ダメージは58万と、めちゃくちゃ小さい値に抑えることができているという感じで、まあかなり厄介な二次キャラクターの手札なんかもしっかり対策ができているキャラクターになってます。まあここら辺なんかも短期特化していると結構手札だったり卑弥呼なんかにつまずいてしまったりするんですが、まあ本当に器用な立ち回りができるキャラクターになってますね。バフ剥がし、聖護剥がしがつくっていうのは短期特化においては攻撃面だけでなく身を守る上でめちゃくちゃ重要な要素になっていると、もう本当にザ短期特化向けキャラクターといったような感じになってますね。はい、ちなみに先ほどスキル1でアーグスを撃破してたシーンありましたが、まあ、この映像では聖護援護状態のアーグスに対してそのまま撃砕をつけて押し切って倒してましたが、まあ、ここ、はい、アーグスを倒した瞬間、まあ、一応アーグスの反射ダメージで致死ダメージカットしながら最大5ターンになってると思うんですが、まあ、ここでアーグスが死んでいなくてもこの後の攻撃続いていればアーグスに対して聖護援護を剥がしながら続けて殴ることができるようにスキル1ではなるので、はい、アーグスの聖護援護なんかにもスキル1ではしっかり対応可能というような殴り方ができるということで、まあ、アーグスの強力な罪悪流血からの反射ダメージっていうのを利用してスキル1で剥がして殴ることができる超絶器用な攻撃パターンができるキャラクターになってます。さあそしてスキル2の方ですが、スキル2は最大攻撃力が高い敵に800から1600%の6回攻撃を行っていきます。はい、合計で4800%から9600%のダメージが出せると。で、まあ、このダメージの推移としては敵の HP が低いほど火力が上がっていくので、敵の HP が限りなくゼロに近い敵に1600%のダメージが出せて、まあ、敵の HP がマックスの場合には800%のダメージに下がってしまうというような火力の動きになります。はい、で加えてスキル2では自身最大攻撃力 50% 分の防御虫攻撃と筋力値 ×8 倍の防御虫攻撃が、まあ、この6回攻撃全てに乗っかってくるということで、はい、こちらも合計すると攻撃力の 300% 分の防御虫攻撃と筋力値 ×48 倍の防御虫攻撃が打てるということで、まあ、注目すべきは攻撃力ではなくて最大攻撃力の 50% ということで、攻撃力っていうのはこういう風に328万から519万という風に結構振れ幅大きいんですが、はい、大谷氏の場合は最大攻撃力の方を使うので、この519万のめちゃくちゃ高火力化した場合の攻撃力ベース防御虫攻撃を毎回打っていくことができると。はい、これ他のキャラクターだとアーグスみたいなキャラクターが同様に最大攻撃力を基準にした攻撃力ベース防御虫攻撃を打てるんですが、この最大攻撃力を使うっていうだけでめちゃくちゃ強くなりますからね。はい、でさらにこのスキル2の方は敵を撃破できなかった場合にはこのスキル1を追加発動するということで、今言ったこの防御虫攻撃をもう一回発動することができるということで、はい、火力合計としては 9600% から 19200% のダメージパーセントの物理攻撃と、さらに攻撃力の 600% の防御虫攻撃に筋力値 ×92 倍の防御虫攻撃が乗っかるということで、でさらにこのキャラクター会心値がレベル ×320 増加したり、まあ、あと祭礼のおかげで自身に付帯しているバフを致死ダメージを受けた後もそのままつけておくことができるっていう効果のおかげでバフなんかも盛りやすく、まあ、検定の七星だとかっていうクリ率アップ系のバフなんかも乗せておけばクリティカルも容易にスキル2で絡めていくことができるということで、まあ、そこら辺も考慮に入れて他の副将たちと防御虫火力ですね比較していきますか。はい、まずは攻撃力ベース防御虫攻撃から、はい、見ていくとこんな感じ。いやうん、第2位ですね。まあ、前回超孔明ちゃんがねまさかのスキル2の攻撃力ベース防御虫攻撃飛び跳ねてしまったので大谷氏とアーグス抜きましたねって話してましたが、今回大谷氏専属武器で物理会心ダメージが 35% さらに伸びたので、生放送のデータだけの時はだいたいアーグスと同じぐらいだったんですが、はい、そっからさらに会心ダメージ分火力が伸びて、はい、アーグスを引き離しての第2位となりました。説明遅れましたが、ちなみにこのグラフ攻撃力ベース防御虫攻撃ができる副将を横軸にとって縦軸がその攻撃力ベース防御虫ダメージ倍率のグラフになっているんですが、赤い山が全てのコンボがうまく噛み合った場合のロマン砲火力、黄色い山が平常運転の範囲内である程度コンボが噛み合った場合の火力、緑色の山が平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の火力、青い山が全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の火力ということで、まあ赤い山で見た場合にはもう第2位と、まあ超光明には負けてますが、超光明自身はスキル2でこの火力出せるんですが、スキル2までの生存が難しいのと、自身に聖護祝福なんかをつけなければいけないっていう結構高めのハードルがあるので、でしかもまあ超光明自身アタッカーというよりはバッファーポジションということで、まあそこまでがっつり育成しまくる人も多くなかったりというところもあって、まあ実質のところこの大谷氏が現環境ダントツのナンバーワンなのかなっていうのが私の感想ですね。はい、まさかの蓋を開けてみたらアーグスを大きくしのぐ破壊力の攻撃力ベース防御虫攻撃が出せるキャラクターになってました。はい、注目すべきは黄色い山で相当し直した場合の位置づけですね。はい、ここでも超光明を抜けばダントツの第1位ということで、まあ自身のパッシブの会心値を使ったり、まあ場合によっては検定の七星なんかを気軽に乗せておけば、はい、普通に平常運転の範囲内でここら辺の火力を出していくことができると。緑色の山で相当し直してみる
ると第3位。ここでアウグスのスキル1なんかには負けますね。アウグスの方がそこは安定してると、はい、いうようなイメージ。はい、最後に青い山でソートし直してみると第5位と、はい、いうことで、まあパフォーマンスとしては十分すぎる強さですね。まあ何よりスキル2での発動になるので、スキル1を打った後応援出しなんかでバッファーなんかで、まあ暴走だとか七星だとか祝福だとか、まあ攻撃力が上がるタイプのバフを積みまくってあげれば、スキル2の攻撃力ベース防御無視攻撃に間に合ってしまうと、はい、いうところもコンボとして作りやすいというところで、まあもう最強クラスの攻撃力ベース防御無視連撃ができるキャラクターといって間違いないと思います。まあ現環境筋力値ベース防御無視攻撃はだいぶ聖護指令とか聖護主職とか、あと行幸とか最近はリカちゃんなんかがつけてきますが、まあそのせいで筋力値ベース防御無視攻撃のダメージは通りづらいんですが、まだまだ攻撃力ベース防御無視攻撃に対応できるキャラクターっていうのはそこまで多くなく、はい、ここが強いのがめちゃくちゃ大谷氏の魅力としては大きいですね。はい、そして大谷氏筋力値ベース防御無視攻撃もできますが、はい、スキル2の筋力値ベース防御無視攻撃、こちらも他の副将と比較してみると、なんとエビちゃんと並んでの第3位ということで、はい、筋力値ベース防御無視攻撃の威力もめちゃくちゃ強いんですね。まあエビちゃんスキル1の方がめちゃくちゃ跳ねてますが、これ出すためにはエビちゃんの踏破の単数をある程度減らしてからじゃないといけないので、2巡目のスキル1まではこの火力は出せないんですが、大谷氏の場合はスキル2でクリティカル連撃になれば、まあさらに敵に罪悪撃砕がついていて、クリティカルが出た時の受けるダメージ 25% 増加っていうのも合わせて必要ですが、そこら辺を絡めて、まあ、このぐらいのダメージを割と早い段階から出していけるということで、まあここも強いのはねずるいですよね、ちょっと、はい、ちなみにスキル1の方はこの1ということで、まあスキル1のやはり筋力値ベース防御無視攻撃はそこまで火力としては高くないですが、まあそれでもまあアーグスの筋力値ベース防御無視攻撃がこの1だったり、まあカエサルなんかもこの1っていう風に考えると、やはり最新世代の筋力値ベース防御無視攻撃をスキル1で打てるような位置づけにはなってますね。はい、黄色い山で相当し直してみるとなんと第1位と、はい、青い山で相当した場合には一気に順位を落として、スキル1の方が第12位、あ、すいません、先ほどの緑色の山ですね、はい、青い山で相当し直した場合にはスキル1スキル2ともにまた順位を落としてこの1と、はい、ことで、まあ特徴としては火力高く触れた場合には最強クラスに強いですが、低く触れた場合にはまあやや縮こまってしまうということで、まあ例えばスキル2なんかはハンニバルに残影をつけて HP が高い状態で耐久されてしまうと、なかなか HP が減らせずに攻撃を防がれてしまうというようなことが起きてしまいそうな感じはありますね。はい、まあただカタログスペックはマジでぶっ壊れてますね。はい、そして大谷氏ですね、スキル2の防御無視攻撃だけでなくダメージパーセントの方もめちゃくちゃ伸ばせるキャラクターで、まあスキル22回攻撃が発動すればうまくいけば最大で 19200% のダメージ出せるんですが、そこにクリティカルなんかも乗せることができれば最大で 63600% のダメージが出せるということで、はい、ここも専属武器に物理会心ダメージが乗っかったことで、まあこの前の生放送時のデータだけだと陽線と同じ 55000% ぐらいだったんですが、また1個跳ねましたね。はい、カエサルと大体同じぐらいってことで、これボス2ターンキル戦略なんかも普通にできますね。まあカエサルなんかはスキルに防御無視攻撃できなくて、このダメージパーセントに頼って殴っていくことで、まあそれはそれでもめちゃくちゃ強いのがスキル2なんですが、大谷氏そこに攻撃力ベース防御無視攻撃と筋力値ベース防御無視攻撃乗りますからね、もう完全にカエサルの上位互換みたいなスキル2の動きができるキャラクターになってしまいました。いや、これはちょっと強すぎる。筋力値ベース防御無視攻撃で今連撃キャラクターでめちゃくちゃ強いって言われてるのが結婚リョフちゃんの MR アバターなんかですが、まあリョフちゃんの強さの秘訣がダメージパーセントが4万パー超えで出せるっていうところが、まあ今カットされがちな筋力値ベース防御無視連撃キャラクターの中でダメージを伸ばせてる要因になってるんですが、はい、大谷氏はその4万パーを超える6万パーのダメージまで最大で狙えて、でしかもリョフちゃんが使えない攻撃力ベース防御無視攻撃も乗せることができるということで、まあこの最高側に火力が触れた場合には間違いなく現武将キャラクターナンバーワンの突破力のあるキャラクターになると言えるのかなと、はい、いうことで、いやちょっとマジでやばいですねこれは。まあもちろん先ほど言ったようにコンボが不成立の場合には、まあ 4800% の連撃で終わってしまう場合もあるので、まあその落差には注意が必要ですが、まあ基本的にこのスキル2に関しては HP が低い相手を狙ってクカエサルみたいに弱い子を殴ってしまってスキルの追加発動に失敗するっていうことが起きづらいんですね。敵の主力を殴っていくので割と簡単にスキル2の追加発動も打っていくことができるキャラクターになってるし、まあボス戦なんかでもボスの取り巻き3体というよりはしっかり一番上のボスを狙って連撃してくれるので12回攻撃が本当に出しやすいというところで、ボス戦なんかもちょっとやばいことになりそうですね。2ターンキルボス2ターンキル戦略、いやこれ対人戦だけじゃないですね。詳しくはこの分析動画の後編の動画でもう1本収録してボス戦や戦役なんかについても話していきたいと思いますが、まあ厳密な挙動や数字を追っていかなくても、まあもうすでにめちゃくちゃ強いということが現時点で言い切れます。はい、なんでよくあるこんな感じのナタなんかを置いて攻撃回数を消費させる作戦なんかも最大攻撃力が高い相手をスキル2では狙っていくので、まあナタを無視して陽線の方を、はい、殴っていって、まあ陽線雷害化してるのでクリティカルが出た場合にはダメージ半減機能があったり、まあ白バフの神器なんかでさらにダメージ減らしてくるんですが、そんな陽線に対しても、はい、気兼ねすることなく、はい、12連撃をかましていって、はい、そのまま陽線をスキル2で、はい、落としてしまうというぐらいの
はい、とてつもない連撃ができるキャラクターということで、スキル2の火力はもう折り紙付きですね、これは。はい、まあ、なんでよくアーグスに似てるっていう風に言われますが、まあ、アーグススキル2のダメージパーセント出せて1万パーちょいといったところなんで、もうこのダメパの威力が全然違いますね。まあ、スキル1の方ではバフ剥がしだったり罪悪撃砕もつけられるし、ちょっと前にも話しましたが、アーグスとは全く似て非なる存在だっていうことはまた言っておきたいと思います。まあ、ただこれはアーグスをディスってるわけではなく、アーグスはアーグスで生後援護による罪悪流血だったりダメージ反射っていう別の戦い方をするキャラクターなんで、アーグスが弱いわけではなく、アーグスとは違うタイプの攻め方をするキャラクターですよと、アーグスとは別物ですよっていうところを強調させていただきたかったので、あえて言わせてもらいました。はい、アーグスも相変わらずめちゃくちゃ強いです。はい、なんならこの親氏がやられる場面としては、まあ、こんな感じでバフ盛りまくってスキルに今打ってますが、アーグスなんかを殴っていった際に、はい、こんな感じで撃破して生後援護つけてくるので、この反射ダメージなんかで、はい、スキル2の攻撃中に落とされてしまうというような、はい、負け方があったりするんで、まあ、ハイカキンの陣営からは徐々に影を潜めてきて外されがちになってきてますが、まあ、この力という意味では相変わらずめちゃくちゃ強いキャラクターですね。はい、ただアーグス以外の、まあ、罪悪流血なんかをカウンターでつけてくる相手じゃなければ、親氏スキル2で自身の残り HP が敵より低い場合に、自身がそのダメージの 100% の HP を回復ということで、まあ、自分の HP がピンチになってきたら、しっかりここでもまた HP100% 回復というめちゃくちゃ器用な HP 回復ができるキャラクターになっており、まあ、基本的にはスキル1スキル2どちらも反射にはめちゃくちゃ強いと。で、状態状態性ダウンをさせられなければ、祭礼によって状態状態性も 100% あるので、流血なんかにもなりにくいので、まあ、基本的な流血キャラクターや反射キャラクターは物ともせずに殴っていくことができるということで、まあ、逆に言うとアーグスの生後援護ぐらいが大きな弱点になってくるかなっていうところですかね。はい、めちゃくちゃここら辺も隙がないなというところですかね。はい、パッシブスキルですね。 HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、平凡な値で、筋力値レベル ×340、 この値は、はい、上から見ていってこの位置、はい、下見ていくとこんな感じということで、まあ、MR 基準の中では平凡な値と、はい、で体力もレベル ×300、 はい、この値も上から見ていってこの位置、はい、下見ていくとこんな感じということで、まあ、これも基準を満たしてますね。はい、防御貫通に関してはレベル依存のレベル ×12 上がる防御貫通と固定値の物理防御900ということで、まあ、ちょっと最近の MR キャラクターに比べれば、まあ、ここ15みたいなねキャラクターがいたりするので、やや低めに設定されてますが、まあ、それを差し引いてもアクティブスキルの性能が強いので、まあ、ご利用していけるかなと。はい、で会心値レベル ×320、 この値は、はい、上から見ていって、はい、この位置ですね。はい、下見ていくとこんな感じということで、はい、会心持ちの中では真ん中よりやや高めといったところでしょうか。はい、で神髄共鳴スキルに関しては筋力値ベース防御無視攻撃と攻撃力ベース防御無視攻撃のダメージカットができ、攻撃力ベース防御無視攻撃の方は防御力を使って割合カットできるんですが、筋力値ベース防御無視攻撃の方が自身の筋力値 ×4 倍の防御無視性能ということで、まあ、固定値カットになってしまっており、まあ、割合カットキャラクターに比べたらやや高齢単発だけだと見劣りする感じですが、はい、数字が筋力の4倍ってことで、まあ、他の2倍だとか 1.5 倍のキャラクターに比べると基準値が高いんですね。はい、これ何が言えるかっていうと、まあ、最近ではここに生後指令、生後支直だとか、まあ、その他筋力値を固定値でアップするような生後バフをばらまくのが結構、まあ、上位の課金帯になればなるほど当たり前になっており、まあ、ここに、まあ、プラス5とか6とか、まあ、そのぐらいつけれることもザラにあるので、まあ、それで例えば筋力値 ×10 倍分の防御虫カット機能を生後バフなんかも含めて作っていけば、まあ、特に殴ってくる相手が連撃系のキャラクターであれば、一発一発の筋力値ベース防御虫攻撃の倍率っていうのはそこまで高くないので、場合によってはこのパーセントカットするキャラクターよりもカットできてしまうような状況を作ることもいけるかもしれないということで、まあ、ちょっとこれは現実的な育成具合のサーバー同士の戦いではやや不利になりますが、まあ、最悪白バフの祭礼の 75% カットがあるので、まあ、基本問題ないかなといったような感じでしょうか。さあ、そして復活機能に関しては祭礼によって致死ダメージ無視ができるということで、はい、これもめちゃくちゃ優秀ですね。はい、40% とアーグスだったり、まあ、ハンニバルとか、まあ、モガミなんかと同じような値になってますね。まあ、この機能がめちゃくちゃ優秀ですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、もうベタ褒めになってしまいますが、ここまで対人一人で立ち回れて、まあ、おそらくボス戦もめちゃくちゃ強いというような、立ち回りとしては超絶優秀なキャラクターになることが確定しているので、この後後編の分析動画収録していきますが、はい、おそらく後編の方でも割と褒めちぎってしまうのかなということで、まあ、後編の方は実際の対人戦だったり白戦、一般戦とやボス戦なんかの総合評価をしていきますので、まあ、弱点なんかも含めて後半戦の方では深掘って評価していきたいと思いますので、はい、後編動画作るまでにまだちょっと時間ありますので、この大谷氏について疑問点だったり追加で調査してほしいことなどあれば、この動画のコメント欄に書いていただければ、時間が間に合えば後編動画でお答えしていきますので、お気軽にコメント欄に書いていただければと思います。はい、そしてこれから後編動画収録していきますので、取り急ぎグッドボタンを押していただければ、それを横目にテンション上げて頑張っていきますので、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、それでは。